はーい。さあ、始まりました。少量チャンネル。ショタです。りょうです。少量でーす。イエーイ。今回は、うん、久々に一緒にご飯を作ろうと思います。イエーイ。今日は、うん、タコライス。イエーイ。ちょっと初めて作るからどんな感じになるかわかんないけど。ね、タコライスのミート、うん、ミートソースから、ね、うん、作ってみようかなって思ってまーす。久々に一緒にご飯作るので、ね、楽しみです。ちょっとお腹もう空いちゃったので、早速、ね。早速作っていこう。はい、行きましょう。レッツゴー。はい、では材料紹介します。豚ひき肉、玉ねぎ、トマトケチャップ、ピザ用ソース、アボカド、ミニトマト、レタス、ミックスチーズ、レモンジュース、トルティーヤチップスです。はい、それでは最初に、ミートソースから作っていきたいと思います。玉ねぎ、皮むきます。皮むいたらみじん切りにしていきます。はい、こんな感じでーす。はい、そしたらみじん切りにした玉ねぎを炒めていきたいと思いまーす。はーい。鍋にサラダ油をひいて、で、火にかけまーす。そしたらこの中に玉ねぎ入れていきます。そしたら豚のひき肉も入れちゃいます。あ、そしたら玉ねぎと豚ひき肉にある程度火が通るまで炒めていきます。ピザ用ソース、はい、トマトケチャップ、お醤油、はい、でまた炒めていきます。そう、うん、あ、もう簡単じゃん、うん、今考えて。そう、そう、で、味を整えるのに塩コショウします。ちょっと味見してみる？うん、美味しい。僕のは熱いよ。はーい。うん。あ、美味しい。もうちょっと味濃くてもいいかな。うん、ね、うん。そしたら、これでミートソースの完成でーす。おー、めっちゃ簡単、うん、はい、じゃあ野菜を切っていこうと思います。まずトマトを、4等分にしていきます。はい、はい、よ、できました。はーい。次はアボカド、
はい、サイコロ状に切っていこうと思います。はい、お願いします。はい、3位。うん、3位ってよく。はい、できました。ちょっと大きめに今回作りました。はい、ちょっと酸化防止にレモンを入れようと思います。はい、次レタスを切ります。はい、そう、1センチ幅くらい。1センチ幅、いい感じ。 OK、 キャベツも1センチ幅ほどで。レタスね。レタスね、うん、うん、はい、切りました。はい、そしたら野菜もカットできたので盛り付けていきます。イエーイ。はい、そしたら盛り付けていきまーす。はーい。ご飯。炊きたてご飯。大盛り。うん。翔ちゃんの大盛りにしてみた。これに、かけまーす。美味しそう。おぉ、いいね。美味しさ。ちょっとたっぷりめにかけようぜ。うん、贅沢に。うん。よし。こんな感じかな。うん、うん、うん。そしたら、レタスを。うん、周りに、なんか美味しそう、うん、彩りがめっちゃいい。はい、はい、そしたらトマト。トマトね、うん、うん、いいね。綺麗、美味しそうだね。ね、うん、おしゃれじゃない？おしゃれカフェ飯って感じね。アボカド、アボカドも美味しそう。うん、すごい。なんかお店で見たことあるような感じだね。で、チーズ。ミックスチーズ。これね、あったかいね、このね、ミートソースの上に乗っけた方がいいんだよね。溶けるから。美味しそう。ね、美味しそう。美味しそう。感じかな。いいじゃない。最後に、はい、トルティーヤチップを、うん、上から散らせば、美味しそうだね。うん、もうちょっと乗っけようか。こんな感じかな。はい、はい、はい、完成。イエーイ。美味しそう。食べよう。はい、というわけで完成しました。イエーイ。美味しそう。美味しそう。で、二人で見せる意味ある、これ食べよう、食べよう。はい、それではいただきます。いただきます。食べてみて、さっきね、いい感じでチーズも溶けてきた。いただきます。どう、うん、美味しい。美味しい。いただきます。美味しい。うん、うん、美味しい。あ、結構本格的な、あ、ほんね、タコミートソースになってる、うん、うん、なんか今回タコライスを作ろうってなって、うん、ちょっといろいろ作り方を調べてたんですけど、うん、なんかピザソースでめっちゃ簡単にできるって書いてあって、それ真似してみたらめちゃくちゃ本当簡単だったよね。本当簡単だった。美味しい。ぜひ真似してみてください。ね。あ、そうだそうだ。乾杯。乾杯。今日発見した氷結のスイカ味。スイカ味。ちょっと、ね、飲んでみようかな。言います。うん。うん。僕は。あ、スイカ。安定の金麦だ。ちょっとじゃない。うん。夏だね。うん、美味しいね。すごい。スイカ。うん。しかも熊本産スイカだって。本当だ。
はい、はい、というわけでですね、うん、久しぶりじゃない2人で料理作るの。うん、久しぶりね、はい、最近は俺のさ料理動画が始めてさそうだね、俺は作ってるけど一緒に作るってなかったもんね。なんかね、うん、たまにやってこ。うん、じゃあはい、というわけで、はい、今回はここまでにしたいと思います。気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッターもお願いします。ではまた。